ど軽く手を握って腕と足の運動です。腕は軽く横に振り、足元気よく曲げて伸ばしましょう。腕を回す運動です。腕で綺麗な大きい円を描くように意識をして、足を開いて胸の運動です。ここは指先まですっと伸ばして、心地よく胸を反らせて緩めます。腰掛けてる方はゆっくりと息を吐いて柔らかく曲げましょう。前後に曲げる運動です。何？ピアノの音をよく聞きながら、もう体をねじります。足を開いて上体柔らかく斜め下に向けます。正面で胸反らし、呼吸を上手に使いましょう。はい、大きく吸います。体を回す運動、よく伸びた腕でぐるっと円を描くように、腰の周りの筋肉をほぐしましょう。両足跳びの運動です。椅子の方は肩を上下に揺すりましょう。腕と足の運動、呼吸を整えながらゆったりと動きます。深呼吸、深く息を吸って吐きます。金曜日のテレビ体操はこの辺で、今日も一日お過ごしください。ラジオ体操第2、あ、もういいです、すいません、ごめんなさい。